日本で一番熱くて濃いアニメ音楽誌リッサーニが2010年より開催しているアニメ音楽フェスリスアニライブ。初年度の2010年は東京国際フォーラムホール A、 翌年からは日本武道館に舞台を移し、2017年は初の 3days 開催と着実にその歩みを重ねてきた。リスアニライブの魅力は何といっても出演者全組生バンドでのパフォーマンス。この番組では2017年1月27日に行われたリスアニライブ2017の初日クロスステージの模様を90分余すところなくお届けします。リスアニライブ2017完全版スタート。
オッケー、ここにいるみんなで最高に楽しんでいきましょう。ミース。Yeah.
夢に見ていたあの日の影に届かない叫び、明日の気分はなんて描いても風に巻かれてガラス閉じた懐かしい笑顔、明日の気分はなんて祈っても遠ざかる答えは出す、凍えそう
Yeah.
リスハニライブクロスステージ、はい、初日ツーマンライブということで、うん、リサと、はい、そしてカラフィナでやらせていただいたんですけれども、はい、もうね本
本当に楽しかった。超楽しかった、はい、もう私たち、うん、だってもう今回の日が決まってから、うん、その武道館でじゃあ2組で何ができるのかってすごい考えましたよね。そうなの、うん、昔からね、うん、あのりちゃんのこと私たちもよく知ってるので、うん、だからこそりちゃんとだけしかできない、うん、ツーマンライブをしたいねって話してたんだよね、うんうん、そうそう、だからここでしか見られない、うん、私とカラフィナさんとしかできないことをやりたいねってこうたくさん作戦を練り練りしたライブなのでめっちゃ楽しかった。そう、私たちすごく楽しかった。お客さん楽しんでたよね。でもね、うん、嬉しい、よかったです、ね、きっとね、みんなもね、何が起きるんだろうってきっと思ってたと思うんですよ、ね、私さ、まずソロのコラボレーションっていうのがね、うんうんうん、今回初めてやらせていただいて、うん、トップバッターが若菜ちゃんだったんですよ。はい、そうなんですよ。あのね、うん、すっごく緊張したそう、やっぱりね、こう人のステージに上がるって、うん、ほんとドキドキするし、うんうん、私はいつもカラフィナとして3人でやってるから、うん、ちょっと待って、すごく足りないと思って、うん、すごく緊張した。そうですよね、うん、でもとっても素敵でした。あの歌本当に素敵で、うんうん、あのリサがやりたいって言ってくれてあの曲になって、私初めて聞いた時、うんうん、涙が出たの。うわ、そんなことも言えなかったステージで緊張してわかる、うん、すごいみんなもじっくり聞いてくれたね。あ、でも始まった時にこうやって若菜さんと顔合わせて始まったじゃないですか、うんうん、もうそれだけで私、あ、いけるって思った。あ、気持ちいいって思った。わかる、あの、うん、目で、本当に目で会話をして、すっごい楽しかった。そうそうそう、心強かったです、とても。ありがとうございました。見てたよ見てたんです。私見てました。若菜ちゃんとのコラボレーションもひかるちゃんとのコラボレーションも。そうですね、なんかひかるちゃんとは、うん、なんかこう割とこのまんまだったよね。あ、そう、素の感じですね基本的にはね、このナチュラルな状態でとっても癒されながらそのまんま楽しくやらせてもらいました、はい、もう楽しむことしかしてなかったの時、うんうん、お客さんと目を合わせてなんかリサとも目を合わせて、ね、めっちゃニヤニヤしなかったそうそうそう楽しかった、楽しかった、ありがとうございました。そう、私人にとか、あの、誰かと自分の曲でコラボしたことがなかったので、すごく意外だった。本当、うん、そう、だから自分の曲をこうなんかちょっと今まで自分が作ってきたものをこう、うん、誰かと一緒に作ろうとするとまたビジョンが変わってくるから、その応用がこう自分の中で変換できないなって思ってたんですけど、うん、それを今回これをこう曲を選ぶときに、うん、この曲やったら一緒に歌いたい人はどれかなって考えさせてもらって、うん、すごい新しいこうプロデューサー感覚でした。わかるよ、だって本当になんだろう、それぞれのコラボレーションを客観的に見てても、うんうん、やっぱりそれぞれのその声質とかキャラクターにね、うんうん、合ったりっちゃんの曲を、うん、あの一緒に探して選んだじゃない、うんうんうん、だからね、なんかこうね、あの別のグループなんだけど、うん、本当に多分この2人のためにこの曲があるのかなって思うぐらいのマッチの仕方だったから、うん、すごくやっぱり時間をかけてこうやってライブに、うん、あの作る、まあ、アーティスト自身がこうやっぱり参加型で作るライブっていいなって改めてすごく思いましたね。いや、本当恵子さんは心強いですねでしょ、うん、いいな、うちにも欲しい一人しかいないあげられたありがとうございます、ね、でもまたやろうよ絶対、ねね、ぜひ、はい、うん、また絶対やりたいなと思います、うん、よろしくお願いします、はい、リスアニライブ2017、
Yeah.
としつこく呼ぶ声足を選んで光をあげる叫ぶ力も尽きてその雲が消えるなら激しい夜明けが海をもたらすだろう魂が果てるまで日常の光を信じて泣きながら歌うんだ眠れない夜の向こうに君の暗躍声の限り、こぼれ
じゃあ最後の曲聴いてください。わ